こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは高級ワインが最高値を更新中です。皆さん、コロナ禍でワイン市場はどのような影響を受けたのか、ちょっと想像してみてください。今回は特に高級ワインですね。高級ワインって日常飲むものではありませんから、ですから景気の影響を大きく受けるんですね。これがコンビニだったりスーパーのワインになりますと、これは日常消費品になりますから、景気の影響を大きく受けないということになります。ところが高級ワインになりますと、別に飲まなくたって困らないですよね。飲まなくなったからといって体調が悪くなるわけでもありませんし、飲まなかったからといって明日が来ないわけでもないですよね。ですので高級ワインになりますと景気の影響を真っ先に受けてしまうということになってしまいます。逆にですね、景気がいい時になりますと、そりゃ気分が良くなりますから、高級ワインはじゃんじゃん売れるということになります。そこでですね、今回とあるニュースを仕入れまして、そのニュースによりますと高級シャンパーニュが最高値を更新中だということが分かりました。今回はこのニュースを深掘りをしまして、世界の高級ワインが最高値を更新中だということをご紹介させていただきます。はじめましての皆さん、僕はこのチャンネルの管理人です。難解なイメージのあるワインの世界をできる限り分かりやすく解説をしています。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお待ちしております。また1日1問ソムリエワインエキスパート試験の練習問題が届くメールマガジンもあります。下の概要欄にリンクを貼っておりますので、気になった方は覗いてみてください。それでは今回のテーマは、世界の高級ワインが最高値を更新中です。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。それでは早速ではありますが、まずはこのニュースを見てください。これはデカンター紙が10月14日に出した記事です。これですね、要約しますと、高級シャンパーニュが10月に入って最高値を更新しているという記事です。この記事によりますと、ドンペリニオン、クリスタル、テタンジェ、コントロシャンパーニュなどのプレステージ商品が9月に大きく値を上げたということになっております。ただしですね、僕はこの記事を読んで一つの疑問が湧きました。シャンパーニュだけが価格が上がるということは考えづらいですよね。他の高級ワインの価格までを検討してみないと、これは丸飲みはできないということになってしまいます。確かにですね、ドンペリニオンもクリスタルも、それからコントロシャンパーニュも値を上げ続けています。しかしですね、これだけを見て全てのワイン市場の中でシャンパーニュだけが上昇トレンドになるのか、こう考えるのは少し早いと考えたのです。では実際に他のワインを見てみましょう。まずはボルドーのシャトーラフィットロートシルトです。するとこのようにシャトーラフィットロートシルトも価格は右肩上がりに上昇していて、ここ最近ではシャンパーニュと同様に最高値を更新していることがわかります。つまりですね、ここまでを見てみると、シャンパーニュももちろんですね、最高値を更新しているけれども、少なくともシャトーラフィットロートシルトも最高値を更新しているということになります。つまり高級ワイン市場そのものが価格を上げているのではないか、このように推測をすることができるということになります。なお、この価格の推移に関しましては、ネットショップでの店頭価格になりますので、より消費者に近い価格ということになります。それではもう少し深掘りをしてみましょう。まず先ほどのシャトーラフィットロートシルトになりますが、2020年の4月5月に大きく値を下げています。そしてそこから急回復をして2018年の高値を追い抜いたということになります。この2020年の4月5月というのは金融市場がパニックに陥った時です。ということはこの時期に世界のワインショップは軒並み価格を下げたということになります。ではもう少し見てみましょう。まずはボルドーです。シャトーマルゴーもシャトーオブリオンもおおむね同じ動きをしています。ただしウガンのペトリスになりますと少し違いますね。2020年の金融パニックの時には若干ですね、値を下げましたが、それもものともせずに、総論からすると右肩上がりに価格が上がっていることがわかります。ではブルゴーニュになりますが、DRC のラターシュになりますと、これもですね、ペドリスと同様に大きく値を下げずに右肩上がりになっていることがわかります。シャトーラフィットロトシルトですとかシャトーマルゴーは2020年の4月5月に大きく値を下げているのに対して、他の高級ワインはさほど下げていないことがわかります。これはどういうことかというと、特にメルコのシャトーは生産量が多いんですね。そのため各ショップとしても大量に在庫を抱えていますから、この在庫に耐えきれずになるべく早く売り抜いてしまおうという心理が働いたのかもしれません。逆にボルドーのウガンだったり、あるいはブルゴーニュの場合になりますと、これは生産量が少ないですから、今無理して売り切らなくてもいいやという心理が働いたのかもしれません。ではその他の国を見てみますと、例えばスペインのウニコだったり、カリフォルニアのスクリーミングイーグル、それからオーパスワンにしても正直大きな価格の変動は見られません。一方のイタリアのプレミアムワインになりますと、サシカイアもオルネライアもマッセートも同様に最高値を更新してきています。ではここからがシャンパーニュです。ドンペリニオン、クリスタル、スタロン、
ジャクセロス、これらの価格を見てみましょう。するとほとんど金融パニックの影響を受けずに右肩上がりになっていることがわかります。ただしですね、これがモエシャンドのスタンダードクラスになりますとこうなるんですね。金融パニックの影響をもろに受けて、そしてここ数ヶ月で急回復をしていることがわかります。つまりですね、同じシャンパンであったとしてもスタンダードクラスに関しましては大きく値を下げて、プレステージクラスに関しましてはさほど値を下げなかった、これがわかるということになります。ただしですね、スタンダードクラスであったとしてもここ数ヶ月で値を戻しています。そして現在は最高値を更新中であることがわかりましたよね。いかがでしょうか。世界のワインマーケットって面白いですよね。では、もちろんですね、ワインによって流れはまちまちではありますけれども、総論とすると最高値を更新してきている、これがなぜなのかを検討してみましょう。まず一つとしましては、世界のワイン市場のプレミアムワインの消費意欲は未だに高いということが挙げられます。ただし一方でスタンダードクラスのシャンパーニュの価格推移を見てみますと分かることがあります。コロナの影響で金融パニックの時には価格を大きく下げましたが、また通常運行に戻ったということになります。じゃあこの通常運行に戻った要因は何なのか。世界的にコロナの影響が落ち着き、レストランなどの飲食店などの施設が再開をし始めたのではないかというふうに推測をすることができます。特にシャンパーニュの価格の高騰が顕著なのは、おそらくパーティー需要だったり、あるいは人々の心の高揚感の表れではないでしょうか。じゃあですね、日本はどうなのかということになりますと、これはまだですよね。ただしこの長いコロナ禍であったとしても、世界の人々の関心はワインから離れることはなかったということがわかります。ワインへの愛情は分断されていなかったということではないでしょうか。おそらくこの動画を見ている方の中にも、高級ワインを扱っているけれどもなかなか売れ行きが戻らないという方も多いと思います。ただしですね、この流れは、コロナという外的要因に大きく影響されていることが今回わかったかと思います。いずれ急回復をする時が来ると思いますから、その時を待ちましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回は高級ワインが最高値を更新中でした。ここでですね、ここまでお話をさせてもらって本当に申し訳ございません。まだですね、日本では高級ワイン片手にみんなでパーティーという状況ではありません。なので決してコロナが落ち着き始めたからワインでみんなで乾杯しようよ、これを言いたかったわけではありませんのでご了承ください。ただしですね、世界のマーケットを見てみますと明るい兆しは確実に見え始めています。特にワイン業界の方にご参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。